中世フィドルとも呼ばれた。名前からもわかるように、後のビオール族やバイオリン族の祖先と見なすことができる。今日、フィドルといえば、殺言楽器一般を指す故障であり、特に民族音楽で用いられるバイオリン族などを指す語であるが、ここでは、中世紀に用いられた殺言楽器への呼称として用いる。この場合、フィドルは、殺言楽器一般を指す語ではなく、 当時の特定の範囲に属する楽器を指して述べる。この楽器群に対しては上述の通り道時代に様々な故障があったが、ここでは中世、フィドルで統一することにする。現在まで当時の状態のままで残されているオリジナル楽器がほとんどないため、図像や彫刻、文献上の記述から当時の楽器を推測せざるを得ない部分が大きい。中世フィドルとみなせる楽器には型や、 大きさなどについて様々なバリエーションがあり、標準的な形状を特定することは難しい。最も初期のものは硬い木をくり抜いた胴体に柔らかい、共鳴板を貼り付けたような構造であり、硬い胴体に共鳴板を貼り付ける構造は基本的にその後も続く。胴体は楕円型、または卵形のものが多く、弓を使いやすくするためのくぼみを側面に持つものも多かった。 共鳴板には穴が開けられている。弦の両脇に C1 型あるいは F 字型の1体の穴が開けられていることが多く、ローズが彫られることもしばしばあった。駒や芝はそれを持つものと持たないものが両方あった。時代が下って15世紀頃までには胴体とネックが明らかに分離され、テールピースや駒を持つビオラダガンバ族やバイオリン族に 類似の形状のものが増えてきたようである。弦は、ガット弦を使用していたが、絹や馬の尾の毛で作られた弦を使用したこともあった、ようだ。弦の本数は2本しか持たないものから6本以上持つ、ものなど様々であったが、主に3本から5本のものが多い。古い時代のものには、指板に乗っていない、開放弦専用の弦を持つものもあり、左手の親指では、 じいたり押さえたりしていたようだ。駒は早い時期には平坦なのものが多かった。これは重音奏法に適しており、中世音楽におけるドローン伴奏の習慣とも一致する。中世フィドルが魂柱を持っていたかどうかはよくわかっていない。楽器における多様性に対応して、その演奏法や弓の形状も多様であったと考えられる。 コマやブリッジンが平坦なものでは一つの弦だけを鳴らすことが難しく指で押さえた弦はメロディを奏で他の弦はドローン伴奏の役割を果たすといった演奏が行われていただろうコマが湾曲しているものではより演奏に自由度があったと思われるドローンを奏する関係上長弦はユニゾン5度及び4度を基本としたものとなる13世紀の人物 ゼロームドイコールモラビーは中世フィドルの超弦法を3種類書き残しているが、その一つは DGGDG となっている。4本の弦を2本ずつユニゾンの組にして、すなわち復元で超弦するような楽器もあったようだ。中世紀、特定の楽器のために曲が書かれることは極めて少なく、奏者は時と場合に従って様々な形態で楽器を演奏していた。フィドルは、 宗教音楽及び世俗の音楽において、旋律を奏したり、歌の旋律をなぞったり、ドローンで伴奏に供したりと、様々な方法で奏されたと考えられる。ありがとうございます。